タートです。まずは加藤さんどこ降りるか、さあミリベ通れる、うん、安根はこれ人気ですね。あれ、おっとおっと、おらわ、うわぁ、ポチン、やっぱそうなんだ。加藤さん、加藤さん、スタルバ、ただスタルバー方面にプレイヤーが行ったのこれ見て、スタルバーにすら行かないのか。あ、すごい、みんなをうまく誘導したんだ。これは兄貴、だ残念ながらスタルバーいますね、一人。めちゃららららなんかすごい、なんかポチンキに行った人がなんかかわいそう。うん、あ、1対1の勝負になるんですから、あれ。そう、1対1ですね、あそこ多分。言うてそんなに広い場所ではないので物資も限られますから、あそこは奪い合いでしょうね。皆さんをこう結構います。昨日からこう振って振って振って、ね、振って欺いた。これも作戦ですよね。振り長いですね。もう前日から振りが始まってたと思うんですね。なるほど、今日だけではなく。そうですね、なるほどなるほど。自らの配信すらも振りにしていくと。あ、でもいい武器手に入れたら、まあ、開幕としてはいい所定じゃないですか。お、お、レベソルメット。もう多分ウージと一緒に落ちてましたね、こちら。おお。スタルバ逆サイの方にもう一人。武器ね。めっちゃ近い。はい。逆サイか。ああ。これが。人気あたり見てみましょうか。おっと、これ高田さんですね。モッチンさんの横にいますね、高田健さん。こっち南側の、そうですね、海に近いエリアですね。うん、こちらああ、見合っちゃってこれ。あ、被害者の会の皆さんが7、8人いますよね。かなりいますよ、どれだどれだと。ただし加藤さんはいないと。みんながみんなあれ加藤か、あれ加藤さんじゃねえのか、やばい人どれだみたいなね、感じの雰囲気になってるかもしれませんが、本人はいないということです。いやでもまさかのスタルバーでしたね、本当に。いやー、いや配信してるのにマインクラフトかと思って、まさかの、あ、いくいくいく出ましたよ。えさすが、え、さすが、え、ざっくりいった。お、許されるのか、その今まさかでしたね。かなりのファンタジック溢れるプレイですか。ファンタジスタ、あ、でも、はい、今裏に回られてる、見てますかね。さあ、左ですよ。そう、聞こえないですよね、本当に。おお、え、マジで、やば、うまっ、何ですか今のやつ。持ってった、シータか、すごい、うまい、なん、今すやばい、今のはうまい、今のはやばいですよ。しかも多分音調子ありっぽいですよね。そう、音ね、やっぱね、聞こえないんですね。打たれてから打ち返しましたね、今。すごい、え、うまい、なんか通路入ってるのかな。頭2発ですよね、多分今の。いやー、でもやっぱ持ってる、持ってる、素晴らしい、すごい、今のはすごい。何ですか、あまりのプレーにツッチーさんが自ら攻撃をしました。すごい感動のあまり、驚きのあまり。これよく行きましたね、バーって作戦成功。すごい、やってます。まだ回ってます。そうだった。あ、本当だ。来ましたよ。接敵。これ多分家挟んでですね。はい。家と中と外か。さあ開けて。ここはトイレですかね。中いいな。あ、外ですね。外か、はい。お互い外側。ちょっと体力が。ちょっと怖いか。先に掴んでる。いや、ただここ行ったらガングリですからね。動けないですね。投げたいですね。まさか。フライパン？お、グレ。ある1ピン抜き1、2、3、ちょっと早いか、かわして、はい、ウージーだ相手は。いや、あー、もう音がゴリゴリとガンガン、ね、ちょっと分かってますね、相手はもう分かってますからね、完全に。一旦あれなんですかね、多分左側で足音させて。そうですね、これ体上から、うん、あっ、いった、さすがに生きてますよ。あ、しかも5分ぐらいじゃないですか、これダメージ。そうですね、お、家の中でこれ詰め、これ詰める、お、そう、家で回復を入れる、すごい、あえて前に詰める大胆なプレイ。いや、相手これ回復ないんですね、これ、あ、パルスがありますね。あ、回復ないですね。これはもうこの判断正解ですよ、うん、まるで相手の相手も理解してるかのように。見えているのか、なんだ違うものが。これも相手行くしかないですよ。詰めさせる。さあ、キスさん行くしかありませんか。どうだ。いや、でもダブルバレル、さすがに即死もある。下がりますか。ただもう倒さないと。ただ時間も厳しいですからね。おー、おー、あ、ヘッドホンは調子戻ってるみたいですね、今しっかりするよね、はい、すごい2キル目。なんでもう、お、今度心臓で、心臓ダメージ関係ないですけどね。カメラさんすごいアピールでしたけど、はい、狙っていきましたね。すごい、すげえ。ちゃんとマンターゲットの急所を打ち抜くというプレイスタイル。え、これドンカツあるじゃないですか。加藤さんこんなになかったんですか。いや、どうなんですか。いや、そう、うまいです。すごい、すごい、これは
これ本当にもう今の時点で2キルっていうのは、ね、アドバンテージがすごいです。そうですね、すごいですね、こういう時に結果を、ね、伸ばせるっていうのは、はい、僕らも頑張りましょうね。頑張りましょう。後ろから見れるか。取りに行く勇気がある。レベル3メットは結構出やすい印象があるんですけど、レベル3のベストはそんな出ないですからね。そうそう、ね、さあ布団ちゃん、ここはできますがキルできず。あ、小屋の中だったんですね。はい、うん、もう少しで入れそう。さあ山を越えれそうです。回復もだいぶ乏しくなった。いやちょっと怖い段差が。これ車見つけた時のこう声聞きたいぐらいですね。そうですね。いや2キルでもすごいですよね。ベストもレベル3です。1人目の方がレベル3ベスト来てましたね。うん、おお、行く行く、爆走中、一気にえぐりました。あ、内側までしかし、おおお、ドキドキするね、回復、うん、ラッチは結構不安定ですからね。これドン勝したら伝説ですね、はい、すごいですか、うん、もともとの部分っぽいですね。多分運転席で運転しながらだと飲めないはずなんで。ああ、そうか、探してるのかな、どこ行こうかなって。そうですね、水が、うわ、うわ、いるいる、一発食らったら、これ本当に後ろですね、当たるところにあっては。あ、ベストヘッドいいから体でも怪しいですよね、うん、でもね。さあしかしどうその時は、いやー、あーこれ事故ったらやばい。むしろぶつかって死ぬまでありますからね。ゆっくりゆっくり、ここは慎重にハンドルを切って、いつ回復取れるんだ。どっかで止まりたいですね。そうですね、こんなハラハラするドライブがあっただろうか。その先には2人のプレイヤーが待ち構えている。ベンゼンさん、カノエさん、なんか入れたら。さあ手前で車を止めるのか、止めたか、止めた、止めました、ね、おーおー、素晴らしい。回復はもうドットナイス、1割以下ですね。さあしかしなんとか回復することに成功しました。ナイスゲーム、ナイスですね。あれじゃないですよこれマジで。さあスモモさんはまだ生きてますね。回復拾えなかったみたいですね。だからドリンク関連は充実してるんで、なんとかそれで回復しようというところですね。包帯とかあれば全然状況変わるんですけど、1キルできたらっていう。そうですね、1キルで物資を取れれば。おお、攻める攻める、当たってる、当たってる2発。相手はクライシープさんですかね。そうですね、違うか、クライシープさんですね。クライシープさんですね。やっぱサップつけてるから相手も探すまでちょっと時間かかりましたよね。今のうちにというところですが、コータレの声がどうだ。いやクライシープさん、ここは医療用キットから。あ、でもマジカルステップが炸裂している。素晴らしい。違いますね、持ってるものが違いますね。ここは飲む、うん、マックスですけどね、ドリンク流れが来てるのか。うわ、まるで加藤さんとの間に入るように。そう、すごい、カノエさんがすごい。これはいいですね、ありますよね。全てがうまくいったら一通り丸く収まったみたいな、うん、加藤さん的には。さあそして倉石さんの前にはスモモさんの背中が、はい、さらにその背中を乱れている。どうだ、うわ、いや、倉石さん合ってますね。ここ後ろからいった、その後ろからおいしい、おいしいところ取ってきましたね。さんヘッドショット、あ、まだまだ走ってる。え、でも今のキルになって、ま、とえ、今のキル、え、キルしてないかな、後ろからキルしたんじゃない。カーでは倒してますね。あ、そうか、そうか、おーい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 、すごすぎ、すごすぎ。持っている、彼は持っている。ベンゼンさんスピードが落ちてなかったんで、はい、あーっと、しかしここでさっくりとおほっとさっくりとクライシープさんになりましたね。思った以上に最後はあっさりと。でもすごい、いやでも素晴らしい、ナイスプレー、すごかった。3キル、3キル、3キル、しかもトップ以上入ったか入んなかったか、21位。あ、じゃあランク外ですね、残念。じゃあランク外ですね、あっさりランク外ですね。いやでもすごいナイスプレーだった、かっこよかった。いや良かったですね、うん、いや見せてくれた、素晴らしい、興奮した、うん、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、素晴らしかった、ナイスゲーム、いやいいとこまで行きましたね、すごい良かったっすよ、超悔しい最後。キルもう回復全然なくて、うん、マジで、はい、いや悔しいわ。あれでもよく4スコでやれましたね、あの焦りましたね、ですまさかついてると思ってなかったでもまあ冷静にちょっと頭を狙おうと、ね、素晴らしいショットでしたね。いや上手ですね。ちょうど相手の方も車降りた瞬間ダメージ受けたみたいで、うん、あ、いい感じでした、ね、園外から来てましたからね、いや20位に入りたかったな、あと1人でしたね、21位だったんで、はい、いやもういやでもキルスのペース悪くなかったんで、うん、あのまま20位入ったら持っていればワンチャンあったかなって感じしますよ、うん、はい、
あそこで3キルですもんね、だってね。全然いいですよ。悔しかった。序盤の2キルかっこよかったっすね。もう1キル目の反応が早すぎて、なんだこれみたいな。あそこも決め打ちしてました僕、はい、なんかツールでも使ってるのかってぐらい、うん、もうそこだけ集中してたんで、最初のキル、最初のキルすごかったっすね。最初のキル本当に何が起きたんだと思って、なんか振り向いて、振り向いて、うん、家の横にいて、壁際に割れ目から相手顔立ってくるじゃないですか。あの打ち返し綺麗でしたね。あれうまく頭当たりましたね、うわー、いやー、レベル高すぎる。これはギリギリ戦い。あっと負けはしないか。頭やばい、どうだ、頭当たってる。頭のカード変えながらさあ詰めていく。一人称、おお、かっこいい。見えてなかったですか、相手的に。かっこいい。7キルトンカツすごい、はい、さあただしふざけんなさんがクライシープさんのグレーが来てるぞ。どうだこれは、かわす。これはでも、そして先に打てる。ナイス。ということはこれ3キルあればあるのか。いや4キル、さっき4キルいらっしゃいましたよね。のでさあ最後はみなこさんとか、みなこさん、うん、え なんだすごい、なんだえなんだ、なんだ何があったんだ、なんだこいつは。あ、これあれキルがないからもう諦めてるんですか。あ、そうなのかな。このルールであればなんかやってみましょう、ふざけんなさん。気持ちよく、いけいけいけ、その謎のフライパンも頭でスポンって決めてほしい。これ滑りますね。そうですね、かっこいい。即通報ですねこれは。どこの部族の人ですか。これはマンジューさん。さあ4キルで順位的に、あ、9キル、9キルいらっしゃった。すごい。名前はこれは牛丸さんですかね。はい、牛丸さんおめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと覚えてませんでした ねこちら全く気づきませんでした、はい、ナイスキルでした。すごいナイスドンカツというか、サバイブ20のですね優勝者は、10位ですけれども9キル取った牛丸さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。これもいいじゃん。ありがとうございました。いやナイスファイトでした。持ってますね。いや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 、もう強気にいきました。本当に素晴らしい。いつも通りにというか。カズさん今回パブジーパーク初登場で、はい、ちょっと緊張とかどうでした。あの1キル目取った時に、手が震えすぎてしばらくプレイできなかったです。こんなになっちゃってて、そんな感じだった。なんでちょっと走りました。はい、車を探さずに、はい、緊張しましたね。楽しかったです。すごい。ありがとうございます。うん、いやでも本当にナイスプレーでしたね。うん、いやでも2キル目がすごかった。2キル目の戦いがすごく、もう相手のアイテムハマってました。あ、そうっすね。先に打たれて不利だったじゃないですか。はい、しかも横を取られてて、はい、あの状態でしかも壁越しの相手、あ、ヘッドですよね多分ね。そうですね。あれも頭しか狙ってなかったですね。多分ショットガン担いでたの見えたんで。リーンして打ってくるかなと思って、その立った状態でリーンしてくるところにずっと合わせて打ってくるんですよ。出てきたら打とうと思って、はい、回復加えたのが相手回復なかったんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なるほど。そうで加藤さんだけあって、はい、ただ、ま、見えないですからね。まあまあそうですよね。最初中で冷静に回復して、これ体力見えてるんじゃないかと。相手見えてるのか、相手も読んでるんじゃないかと。たまたまですね。なんかちょっとね、あんまりグイグイ来ないかなと思って、はい、わかりました。じゃあリプレイ OK みたいなので行ってみたいと思います。読みたいな自分でも。これよく生きれましたね。ここよね、よく生きたな。うん、一発これも行くしかないみたいな。これもう絶対キル取ってやろうと思ってました。もうこれっすよ、ね。これ左見えてないですよね。全然見てないじゃん。これで撃たれた瞬間、振り向いた瞬間だったんですよ。一瞬見えたんですよね。あ、これマジですごかったな。これは頭に2発ですよ。ほら、本当だ。当たってますね。すごい。素晴らしい。胸、頭ですよ。嬉しいな、見ていただいたんだ。私そういうことしてたんですかっていうぐらい的確に2発打てて、うおー、すごい、うまい。こうやって見るとうまい、めっちゃうまいっすよ。いや、普段こんなことできないんですけど、ここもですね。いや、持ってます。で、ここなんですよ。相手回復なくて、うん、で、もうダメージも来てたんで、あー、なるほど。で、冷静にドリンク飲んだんで落ち着いてるなと思って、そこ詰めてこないなと思ったんで、じわ詰めしてるのかなと思って、ね、はい、相手もこれもガン振りですからね。で、ここで見えたんですよ一瞬、はい、入ると思って離れて、ここ強気ですね。ここ強気できました、ね、頭しか狙ってないです、はい、おお、肩かすって相手ダウンしましたね。見事心臓に、心臓、心臓ですね。心の臓も心の臓を打ち抜きましたね。ここからここ危なかったですね。
かなり食らってましたね。でも多分降りた瞬間がすごい出す、ね、はい、3割ぐらい出ましたね。そうですね、木に突撃した瞬間に怪力と全然ダメ、あれが一番飛んだダメージですね。これ道路渡ってた時に撃った方ですね。そうですね、気づいてたんですけどね、左いるなって、はい、ずっと意識されてたんで、まあ、厳しかったですね、この辺り。いやでもかっこよかったですね。ナイスプレー、優勝は磯丸さんですね。はい、9キルはすごい、かなり積みましたね。すごいですね、はい、盛り上がりました。お見事。さあ、というわけでですね、まあ、間もなくエンディングの、はい、お時間になるんですけれども、はい、伺っていきたいと思うんですけれども、じゃあいいですか。はい、お願いします。じゃあ増尾さんからどうか。はい、はい、いや楽しかったですね。楽しかったです、とりあえずとにかく楽しかったです。ただ今日すごくいいプレーもたくさん、見れたので、また自分でこうやるときにね、それ参考にしながら楽しくドンカツ狙っていきたいと思います。ありがとうございました。またお願いします。楽しかったです。辻さん、お願いします。いや僕もね、さあどうでしたか。はい、僕も普段はそんなにキルとか取れないんですけど、はい、なんかまあ皆さんの声援と、が力になってなんとか3キル取れたんで、まあ、良かったんじゃないのかなと。単純に大会自体に参加させていただいてすごく楽しい思い出ができました。ありがとうございます。あと個人的に一番最初に倒しに行くというところで質問に、マスオさんとかが土さんが加藤純一って書いたのはもう多分僕一生恨んでだから根に持つタイプなんで、多分そういうのはちょっと書いてほしい。逆に僕も書かれてますけどね。思います。はい、でも本当に皆さんと共演できて面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。新しい格闘を生みつつも、はい、はい、じゃあ加瀬さんどうでしたか今日は。そうですね、今回ウルトラということで時間がありましたら次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。